皆様ごきげんよう宇宙天の川銀河太陽系第三惑星1級日本の東京に住んでいるスイカメです本日の動画はこちらスイカメちゃんとタロットリーディングの動画だよはい水亀座の皆様いらっしゃいませスイカメです えー、今回は2023年10月の運勢リーディングとなっております。よろしくお願いいたします。こちらの動画にたどり着いてくださった皆様、本当にありがとうございます。はい、それではね、ご説明していきます。まずこちらのね、星座占いなんですけど、えーっとね、皆さんのお,お持ちの星座じゃなくてもよろしいですし、見るのをね。うん。そして、こちらのね、月じゃなきゃいけないってこともないんですよ。 なので、えー、見た時がタイミングなのでね、えっ、ー、と、その好きな時にね、見てね、メッセージ受け取ってもらえたらなと思っております。はい。またですね、えー、太陽星座、月星座、リリース星座などですね、いろいろあると思うんですけど、えっ、ー、とですね、好きなようにね、好きな用途で見てほしいと思っております。はい。それではね、カードのご説明していきます。まずこちら、左側の,この2枚のカードが、 えー、仕事運とね、勉強運です。はい。そして真ん中、こちら2枚のカードが、対人運と恋愛運ですね。はい。そして右側、こちら2枚のカードが、えー、金運、お金とか豊かさをね、読んでいきたいと思っております。はい。それではね、カードから読み取っていきましょう。オープンです。はい。それではオープンしたので、早速見ていきたいと思います。まずこちらね、 仕事と勉強の話なんですけど、こちらね。あの、相続問題とかでさ、ちょっとなんか悩んでることがある人がもしかしたらいるかもしれません。うん。会社の、えっ、ー、と、役員決めうん。そういうのだったりとかもしかしたらそういう人もいるかも。うん。ちょっと何かね、あのー、決め、決めようかな。そうだね。な、迷ってることがある人が多いみたいです。うん。 10月に何か課題が出てくるんだよね。きっとね、どっちにしようかなっていう風に悩むんじゃないかなと思います。はい。それっていうのは、なんで悩むかっていうと多分ね、あのー、お金関係かなうん。かもしれない。そう。そうなんだよね。うん。ちょっとペンタクロの10で来てるから、そうね。ちょっとし、そうだね。あの、仕事 会社とかの運営してる人だったりするとさ、そうかもしれないよね。やっぱり、こっちの方、こっちの方がさ、報酬はいいけど大変で。こっちは報酬は良くないけど、まあ楽みたいなね。例えばそういうことで悩んでるとかね、どっちの仕事を受けようかなっていう可能性もある。うん。そうね。どっちの仕事を割り振ろうかなっていう可能性もある。あの、あなたがさ、例えば、えっ、ー、と、先生とか、 あの、上司だった場合にね、あのー、部下とかさ、生徒に対して、この子にはこれをやらせた方がいいだとかね、例えば、うん。こっちの子にはこういうことをさせた方がきっと伸びるだろうなっていうのが、例えば、あなたの中であるとするじゃないですか。うん、そういうふうにね。ただ、それをあなたが迷っているっていうのはなんでかっていうと、多分だけど、その人たちのこと自身、 自身が決めてもいいよっていう風にちゃんと分かってるからだと思うんだよね。そう。それであなたは、これ、あなたはこれやって、あなたはこれやってって言うっていうことはしないんだと思う。うん。だから、えっとね、二人二、うん、人っていうかね、うん。どっちにしたいっていう風に多分ね、聞くんじゃないかな。うん。そう。そういう感じがある。そう。なんかあなたが悩んでることっていうのは、 多分、あなた自身が決めるのが良いというよりは、そう。もちろん決定権はあなたにあるんだけど、そう。ただ、あの、そうね。割り振る、その、他の人たちにもちゃんと聞いて、意見を聞いて、決定することなのかなって思ったんですよね。うん。だから、ちゃんとその人たちの意見を尊重するみたいな、うん。そういうことを、そう、決める。 とかね。うん。そういうことなのかなって思いました。うん。仕事っていうよりは仕事の中での、うん。あなたのやること。まあ、仕事にはなるか。そうだね。うん。で、悩むって感じかな。うん。で、こっちは、そうね。最終段階。今あなたができる最終段階のところをもう超えました。そう。もう今度はね、またね、1位に戻るんだけど、一番最後の最後ですよ、の逆位置になっているので、そうね。やっぱり、あのー、 えっと、財産を築いた、みたいなね、そういう感じがある。ということは、勉強で言えば、すべてを学び尽くした、みたいなね。うん。一旦ここで章、一章、二章、三章だったとすると、一章は終わりです、みたいな感じで、そう、区切りがつい、ついて、うん。終わりのね、ことですよ、っていうことを言っているのかもしれません。はい。そうね。うんうんうん。一旦そんな感じです。はい。 えーっと。なので、あの、このあなたが頑張ってきたことっていうのはちゃんと認められますよってことじゃないかなうん。そうだと思う。ちゃんとやり、やり遂げましたみたいな、そう。そういう感じだと思います。はい。どっちがいいかなこっちがいい。はい。そしてですね、こちら。ね。恋愛とか。 対人運なんですけど、これはね、もしかしたらね、あなたがね、ちょっと爆発するようなことがあるかもしれません。うん。あなたの心をね、うまくコントロールできない。まあ、できないとまではいかないけど、うまくはできないっていう感じなんだよね。だから、なんかイライラすることが起こっちゃったりとかね。うん。あと、悲しいっていうことが起こっちゃったりだとか、そういうことがあるかもしれません。これ、対人で言えば。これは、えっ、ー、と、何が起こるかわからないんだけど、あなたが、 その、ね、その出来事があった時に、もうね、なんかね、感情がね、抑えられないとか、あの、溢れてしまうみたいな、そういう印象うん、になるので、これはね、冷静さに欠けると思ってください。うん。なので、もしも気をつけるとしたら、あなたが何かが起こると思った時に、冷静な自分でいることうん、そこをね、ちょっと気をつけた方がいいです。うん。これ、対人に関してですね。 そうだよね。その時ヒートアップしちゃったとしてもさ、それってさ、その時に解決しないじゃないもうない、泣こうがわめこうが解決しないから、じゃあどうするってなっちゃうわけだよ。うん。だからその時には、あなたの感情とか、あ、そう、感情とか、その悲しいっていう気持ちとか、イライラっていう気持ちを、もうとにかく抑えつけてでもね、うん。やらなきゃいけないことが出てくるのかもしれない。うん。はたまたね、もうこれをさ、爆発させても、 いいような、そういうこともあるかもしれない。うん。もうね、どうしようもない時が来るのかもしれない。うん。ちょっとでもその、ただね、溢れる気持ちがね、悲しいとか、イライラだけじゃないんですよ。もうこれ、嬉しいとかだったりさ、そう。そうなのよね。これね、なんかもう抑えられなくて、バーンって、周りの人に対しても、私の気持ち受け取って、みたいなね、そういう感じになっちゃうかも。恋愛ってさ、もうさ、なんかさ、 もうちょっとつも惜しい心じゃないけどさ、何かがあったらさ、もう弾けちゃってさ、いつもの自分じゃいられないんだよね。もうそれもそうかもしれん。うん。ちょっとだから、あなたが、もうあなたじゃないぐらいの何かすごい、あの、感情のパワーで動くことがあるかもしれないっていう感じね。これ面白そうだな。うん。ただちょっと注意が必要、本当に。人に対して、そう、爆発させるときは注意が必要、本当に言葉なり、ね、なんなり、いろいろだけど、っていうことですね。はい。 気をつけてください。何かあなたの溢れるようなその気持ちっていうものがこの10月出てきそうです。はい。そしてね、こちら。えー、金運と豊かさのカードなんですけど、これね、あの、あなたの頑張りに見合った評価が、あの、評価として、えーとね、結果が伴わないみたいな、そういう感じがあるかもしれない、もしかしたら。 これ、そうだな。ちょっとね、これが、こっちね、これだ、こっちの正位置だとすると、ちゃんと平等にっていうようなカード。で、こっちは、コツコツ頑張りましたっていうカードなんだけど、ああ、そうか。ちょっと、なんか、具合が悪かったとかがあってさ、なんかうまくいっ、ちょっとできなかったことがあったのかも、ちゃんとコツコツできなかった。だから、今回は、それに見合った、うん。 えっと、お金が入ってくるみたいな、ちょっと不安なのかなっていうところもあるかも。うん。ちょっといつも以上に、うん。いつも以上じゃないね。いつも通りにできなかったことが私には不安ですみたいな、そういう感じもあるのかな。うん。そうかもしれない。これ、いわゆるギブアンドテイクのカードなんだけどさ。あのー、やっぱりやったことに対して払いますよっていうカードだから、あなたがもしかしたら、 なんかね、いろいろなことがあって、そのスケジュール通りに行かなかったとかさ、うん。そう。ちょっとうまくスケジュールが運ばなくて、ちゃんと全部できなかったみたいなね。そういうことになってるから、うん、もらえるお金もきっと少ないみたいなね。そういうふうにね、考えてるんじゃないかなっていうふうにね、思いました。はい。これはね、もう体のことだったらしょうがないよね。もう、やっぱ健康大事だからさ、そう。 あのね、お金だけじゃないんだよ、豊かなことって。そう。だから、あなたがやっぱり豊かになることっていうのは、お金で測れないいろんなものがあるのよ。だから、これに縛られないでほしいの。評価が少ないとかさ、あの、ちゃんと見合ってないだとか、そういうことじゃなくてね、あなたがこれできなかったかもしれない。うん。でもね、うん、ちゃんとできなかったかもしれないけど、あなたは頑張ったでしょって、そこをもっと評価していいよって、そう。 数が足りなかったかもしれない。うん。ね。納品するのが少なかったかもしれない。でも、あなたは頑張ったんでしょって、そう。そういうことなんだよね。そう。あなたが、あなた自身が、やれるだけのことをやって頑張ったんだから、そう。ね。あなたはあなたを認めていいんですよっていう、そういう感じだよね、きっと。うん。それってね、いわゆる心の豊かさにつながってくるのよね。うん。 もうね、やっぱり、あの、ちゃんとやらなきゃだとかさ、そう。もうどうにかしてここまでに収めなきゃいけないだとかさ、もうどうにもなんないことってあるじゃないやっぱり具合悪いとかさ、そう。ほんとコロナで今ね、そうよ、今、今でこそさ、ちゃん、うん、動けるようになったけどさ、少し前までさ、お家から出ちゃいけませんってなったわけじゃんそういうイレギュラーなこともあるってことだよ、そう。ね、そういうことがあるわけだから、もう、 ね、できなかったものはさ、まあ、しょうがないって言えばしょうがない。そう。そういうこともあるよと。そう。でも、あなたはちゃんと自分でやるだけのことはやった。ね、できるだけのことはできた。うん。だから、あなた自身はあなたをちゃんと認めてあげてねって、そう。そういうことだと思う。うん。ね、認めていいんだよ。大丈夫。私はこれだけ頑張ったんだから褒、褒めるもうほんと、褒めるそれをやっていいです。褒めてそう。OK。 もうほんとそれだなっていう感じですね。はい。そうすることによってね、自分のね、豊かな心、うん、取り戻していけると思います。はい。はい、それではね、キーワードを引いていきたいと思います。じゃじゃーん。こちら、まず、新年のカード。新年か。そうか。これはどっちかっていうと、豊かさの方かなって思う。何か、あなたが信じてやってきたことっていうのがあってね、こうしなきゃいけないだとかさ、うん。もちろん、自分を信じること大事。 ね。やることやらなきゃっていうのも大事。それでも、あなたはきちんとやったっていうことを、うん。もうね、あの、評価して大丈夫なんだよってことなんだよな。これ難しいね。やっぱ、やれた自分自身が素晴らしいって思ってるんだと思う、いつも。そう。これをやらなきゃ評価されないだとかさ、そういうこともあるのかなってちょっと思った。うん。 はたまたこちらのほんと相続問題の可能性あるよ。誰に継がせるかみたいな。あなたの信念どっちを取るか。ね。そういうことかもしれん。うん。ね。親族なのか。ね。有能な部下なのかみたいなね。わかんないけどね。うん。そういうところとかかもしれないしね。そう。あなたに決定権はあるけど、決めるのはあなただけど、ちゃんと周りのこともね、しっかりと、ね。ちゃんと把握して、ね。意見も聞くと。そういう感じかもしれないしね。 はい。そして次です。2枚目。課題のカードが出てますね。これ課題。まあ、どれも課題だよね。うん。何かしらあなたに課題がやってくるそうです。うん。そうだね。そこで何かあなたが学びを得るんでしょうね。うん。そういうことだと思います。今回このリーディング来てくれてるじゃないですか。ね、水亀さん。もしくはその他の方々。うん。えっ、ー、とね、何か、 あなたに有益だったりとか、あなたが学ばなきゃいけないことっていうのがね、必ずあるんですよ、そう。なので、そこに対してのね、課題がやってきて、あなたはそれに気づける。そう。課題があったから気づいたっていう風なね、ことになるんじゃないかなって思いました。うん。そうなんですよ。はい。そういうことが起こりそうです。はい。ね、またこれです。 守りのカードが出てます。はい。守りのカードが出てるということは、え、あなた自身が何かから自分を守ったりだとかね、誰かを守ってあげること、ね、そういうこと、ね、守備よくやるだったりね、うん、が起こるのではないか、ね、そういうことをするのではないかって感じですね。はい。自分をね、認めてね、ちゃんと大事大事することも、ま、自分を守ることですね。豊かになっていくことの一つですね。そういうことをしてもいいんだよっていうことですね。 はい。ということで、いかがだったでしょうかね。こんな感じで読めましたが、うん。ね、何かしらね、水亀座さんの、うん。いい結果になるようにね、うん。願っております。はい。ということで、今回はこ,ここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。最後まで聞いてくださって、どうもありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。ばはハ 最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バハーイ。